天満は仏上エンブレス。本日はシラポストコの再販店でまたいろいろ買ってきましたので食べていきたいと思います。フェイキンの目玉、なんででもこの大型マフィン、チトコのマフィンと美味しい評判で、あれ美味しいだったけど、ボリュームあるだったけど、とにかくずっと気になってたので今回食べてみますね。まずはチョコレートマフィンから、下のカップ外すのも一苦労だよ。では早速いただきます。コストコのマフィン、はさすがだなーって思える商品ですね。まあ人気もあるとは思うんですが、正直でもあともしたらかもしれない。だけどまあ美味しくはあるんですね。なのでピンピンだろうなーけど、コストコのマフィン以外にもなんか韓国のお菓子とかいろいろ食べちゃいますよな。あ、結構じわっと広がってくるなこれ。あーなるほどね。で、なんだ、何がなるほどね、だって突っ込まれそうですね。まあ美味しくはありましたが、ちょっと追加も何がきついか分かって、です。はや、さすがはコストコのマフィンと言いますか、1個だけでも絶対重いです。これ確か本家のコストコだと6個ぐらいセットで出てるんですけど、絶対1人で食べられないわな。間違いなく胃の底が抜けると思います。で、実際食べていた感じだけど、結構生地がしっとりとしていますよね。中に入っているチョコチップのカリカリやブルーベリーの甘酸っぱさもしっかり感じられました。ただ、生地の割合がかなり多いので、もうちょっと1回目でもいいか。なんだ、なんか、アンテトペネお菓子が買ったんです。それが、右側に持っているのは、まあ、ジメさん、オロロ一口薬価というお菓子で、なんか、口の中に入れた瞬間に蜂蜜か何かが、一度もオールドファッションで食べたことあるような、じゅわっと広がる甘さがありました。で、なんか、こういうシールみたいなのもついてるんだけど、韓国の子供に人気のお菓子なのかな。こちら、スイートバニラチップス、なんか、アートルチップススイート&バニラ。本当にバニラの香りが強くて、名前通り甘いですね。だから、2000のスナッチップスお菓子だと甘い中にもどこかしょっぱさがある甘じょっぱい味付けが多いんですけど、これは本当にもう甘さかっなので美味しいんですけど、途中で塩気が欲しくなっちゃうというちょっと不思議な矛盾を感じてしまいました。こちらのマドレーヌは、まあ、シンプルにしっとりとした食感と甘さで、まあ、良くも悪くも平均的な味でした。これ本当何個入ってるんだろう。今回食べた中だと、こちらの一口やつかのじゅわっと広がる蜂蜜のような甘さが一番美味しかったので、代表として4点とさせていただきます。アイスクリーム、強情パリかな、木の下に当たり場。無事なんだこれ。まあ、強情パリのアイスクリーム溶けないってことなのかな、だったら嬉しいんですけど。というわけで、本日はコストコの商品をいろいろ食べてみた動画でしたが、あなたは何か気になるものありましたら、もしあったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。では、また次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。